三島修造と言いなさい。ここで私ができることは終わりました。アバンは前回の衝撃的なラストの振り返りから、ゴーストの悪魔の力を全て解放させた姫の先輩は体が消えてしまう。しかし最後の力を振り絞り、ゴーストの手を操ってデンジのエンジンを吹かす。復活したデンジはサムライソードに切りかかった。何度見ても泣ける姫の先輩の最後、忘れられないセリフと声でしたね。好きなアキくんのために生きてきたし、命を捧げることができる人、切ないですね。デンジのセリフとともに流れた BGM はマキシマムザホルモンの刃渡り2億センチ。かっこよすぎます。刃渡りの爪は原作では4枚剥がれていましたが、アニメでは蛇の悪魔の力を借りた時に爪が1枚剥がれる描写が追加されています。交戦中のデンジ、サムライソードの仲間が現れるが、逆に人質にとって脅す。しかしあっさり仲間ごと居合のような技で真っ二つに切られてしまった。アクションシーンには痺れてしまいますね。どちらも同じくらいの力量で戦っているのを見たとき、本当にドキドキしました。シーンは変わり、マキマをはじめ公安のデビルハンターが銃で撃たれやられてしまった。マキマを襲った犯人グループは逃げようとするが、なぜか撃たれたはずのマキマは起き上がってくるのだった。いや、お化けだよ、こんな女性いたら怖いよ、というツッコミは我慢します。申し遅れました。私は声真似動画を投稿している隣の隣の隣です。これからもチェーンソーマンなどの動画をたくさんアップしていきますので、ぜひぜひチャンネル登録してお待ちくださいね。京都駅では黒瀬、天童がマキマを待っていた。到着した新幹線から血まみれで現れるマキマ、銃撃犯は体に大きな穴が開いて倒れている。黒瀬くん、天童ちゃん、新幹線内で銃撃にあった。死体があるから片付けさせて。会食は中止。新幹線から降りて逆光のマキマさんは神々しい雰囲気で、どことなく棒読みのようなセリフが、よりマキマさんの怒りのようなものを強調しているように感じました。護送される罪人のシーンがアニオリで追加されています。この時いろいろな菓子パンを与えられて食べています。菓子パンなどの甘いものは普段罪人に絶対に与えられないものなので特別ですよね。嫌な予感がしている罪人もいたのではないでしょうか。なのでとても効果的な追加シーンになっていると思います。一方、サムライソードのグループはデンジの体を運ぼうとするが、仲間の体は次々と潰されてやられてしまう。恐ろしいですね。カラスが飛び回っている演出も追加されています。これは要チェックポイントです。ふわりと舞い降りた時に何が起こるかわからない、その演出間がすごくドキドキしました。京都の神社ではマキマが儀式のようなことを行っています。三島修造と言いなさい、言ったのを確認すると優しく微笑みます。名前を言われた犯人は潰されてやられてしまいます。井上隆と言いなさい。圧倒的な力を初めて発揮したマキマ、一人の命を生贄に遠隔で別な一人の命を奪う。最強すぎる技です。マキマとは一体何なのか。外してよし。ここで私ができることは終わりました。東京に戻ります。東京では仲間を失ったサムライソードと沢渡りの前に一人助かった小紅が現れ先頭になります。あなたたち銃撃犯ですよね。意外な強さを見せる小紅、見事敵を退けデンジを奪取します。この間は殺そうとしてごめんね。殺そうとしてごめんってなんだそれ。ダメだ、愛になっちゃってる。私をかばって私のせいでもうダメだ。この仕事してたらおかしくなる。姫の先輩に会ったらやめるって言おう。小紅ちゃんのシーン良かったですね。戦闘力があることが分かってギャップに驚きましたが、デンジを抱えて自問自答して泣く、なんて人間らしいんでしょう。
小紅ちゃんは契約している悪魔が何なのかを秘密にしているので、その強さの謎が気になりますね。東京駅に戻ってきた牧間の前に現れたまどかが、仲間がやられたことを伝え、辞表を渡す。まどかくん、生きててよかった。得意家はどれくらい生きてる？得意家だけを狙った銃での襲撃。銃の悪魔が関わっているだろうね。何？やめちゃうの？そう。一般市民に公安の内部事情は教えられないな。まどかくん、今までありがとう。これ渡しておくね。残念。東京は美味しいお店がたくさんあるのに。ここで9話が終了です。エンディング曲はエメのディープダウン。牧間さんが目立つ今回の9話にぴったりのエメのハスキーボイスでした。ダークで切なく芸術的な音楽です。牧間さんの戦い方というか、むしろ戦わずに倒すこのやり方は最強ですよね。今まであまり見たことがないタイプで、その静けさが強さと恐怖を際立たせている感じがします。今回からは牧間さんのことがよりわからなくなってきました。でもかっこいい。いかがだったでしょうか。ここまで見てくださりありがとうございます。ではでは、次の動画もお楽しみに。私は隣の隣で待ってます。チャンネル登録、グッドボタン、どうぞよろしくお願いできるかな。私に活躍見せられそう？